時々こんな格好して音楽やりに行ってます。よろしくね。ゆうこさん、そんなお題はどうですか。なんかこんな格好してる、そのまんまです。あの4年ぐらい昔かな、ちょっと何十年前かな、ギターはやってました。でロックンロールとかブルースとか好きで、3コードだとコード3つで済むんで簡単なんで、そっち方面ばっかりやってたんですけど、たまに時々はあの拓郎さんとか陽水さんとかやったりしてて、まあ、あの風とかはね、今みたいに弾けるのを覚えてるのはあるんですけど、大体もう3コードとかしかできない人になっちゃいました。その時から持ってる楽器ですか。はい、その時から持ってる楽器。あ、これは祖父がの遺産です。あの、じいちゃんが音楽好きで、演歌からなんかロックからブルースからいろんなの聴いてる人で、で、遊びに行くと、へい、やれって言って教わったりしてて、で、ネックはあれですよね、はい、トニーさんのテレキャスターのレスポールに入れ替えたんですか。あの、じいちゃんがやってました。やったんですか。で、そういうのが好きで、昔あの神田のなんか ESP さんというところがあって、そこで中古のそういういろんなパーツを売ってたらしいんですね。で、そこで買ってきてこんな風になんか自分で作ったりするのがあって、それが ESP はいいギターですね。あ、そうですね。それが大体20本ぐらいあって、遺産相続したんですけど、誰ももらう人もいなかった親戚。それで面白くて、自分も安億とかでパーツ買って作ってて、結局今102本ありますね。でも一応あの3畳半ぐらいのところにこうやってあのソフトケース全部入れて立ててるんで、たまにあのセッション行くときには必ず次はこの子この子って出していくんですよね。今日はこの子の番なんです。なるほど。じゃあ次もしかしたらこういうこの子に会えないかもしれない。101回後で、あ、102回後で、はい、生きてるかな。で、たまにね、こうやって出すとね、あのソフトケースがカビてるんですね。拭いてこないとダメ。そういう人でました。あ、ギターですか。俺は演奏中ちょっと撮りますけど。お好きなように。禁じられた遊び。あ、ね、替え歌ミュージシャンって言ってます。はい。あなたと二人時々一緒。でもあなたの心はあの人のところ。私のことなど。悲しいけれど
時間が早い夜の禁じられた遊びっていう曲でした。こんな感じでね、いろんな曲にムード歌謡とか演歌みたいなやつとかに勝手に歌詞を作って遊んでる人です。